じゃないかって話あるんですけど、俺だってそうだよ、手越くんがニュースってさっきまでしなかった。手越くんはニュースだったんですか。ニュースはじゃああとは誰か長野くんがいるところですか。いやいやいや、何言ってんだ。他にもだいぶ分かんないですよ。他にもだいぶ分からないこと多いよ。あそこの事務所の方々はとにかく人数が